ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。今日も来ました。来ました。はい、3年生振り返りね。来ました。はい。はい。ね、いろんな試合がありましたけども。そうですね。まあその中でも大休み、はい、ね、影響はこんなところにもっていうね。ありましたね。あったね。あんまりないことですけども。あんまりないね。珍しいことだけども。はい、というのは。まあ交通渋滞でね、うん、まあ後で話はするけども、うん、まあそういう支援っていうかね、まあ、ゲームがねちょっと ね試合に影響しましたね。はい、はい、でまた、うん、週明けか、うん、にはこう台風接近中ということで ねまあ今でもねちょっと影響の出てるところはまあ多少あるけどもねですが、はいはい、はい、まあどうなるかということでね、皆さん気をつけください。はい、はい、で元豊川関と初対面、ダブル豊か。何の話っていうか。これはね、仕事でね、息子のあのアリブレックス新潟にちょっと顔を出して、うん、で2人でちょっとトークショーとか、うん、まあイベント的なことをやってきたんだけども。元豊山関はあの新潟出身のね、あのそうそう出身の方なので、前頭筆頭かな。そこまで行ったね、強い力士だったんだけども、まあ引退されてて、うん、まあそれで私たちのモバイルオーダー、ウーバーの違うんスタバのあスタバのね、うん、モバイルオーダーの、うん、受け取り名が豊山になってるのなぜかね、うちはね、うん、それで大笑いをしたというねえ、まあ、その試合でそうそう、息子が2ゴールというめちゃめちゃ感動的な2ゴールでしたよね。まあそうだね、まあ豊さんいいタイミングでいけてよかったですね。まあそうだね、うん、まああんまり野球とは何の関係もないんだけど全然関係なかったですけど、まあ、まあすいませんでした、はい、ねということで、はい、看板やちーちゃん、はい、まあ今日もよろしくということで、はい、お願いします。いきますよ、じゃあ、はい、まずはセリーグから、うん、ポンポン、はい、こうなりました。はい、ということで、はい、セリーグちょっといろいろありましたけど、はい、はい、まずジャイアンツ対ベイスターズ、はい、はい、これは2勝1敗でジャイアンツの勝ち越し、はい、阪神対ヤクルトは阪神の3連勝、はい、中日対広島は、中日の2勝で、あとは1引き分けということでした。そうね、はい、はい、ということで、巨人 DeNA から、はい、ね、巨人は横川、うん、山崎よりメンデスと、はい、で DeNA 東、うん、平石田ということでね、うん、まず4対2、DeNA が勝ちました、うん、初戦を取りました、頭をね、これ1対1で迎えた8回、うん、長野のソロホームランで勝ち越す、はい、ね、しかし9回、うん、牧の逆転ツーラン、まあ、中川から打つんだけども、はい、で続いて太田もソロホームランを打って一気に2点差に広げるというね、うん、でね、この試合でね、牧がなぜホームランを打ったかという説明をすると、うん、牧がその前の打席で右中間に右の方向にツーベース打ってんだよね、うん、でこの9回っていうのはさ、やっぱ牧に打たれちゃいけないという場面で、うん、前の打席の印象があったんだろうね、うん、だからインサイドに、まあ、もっと厳しく行けばよかったんだけど、まあ、投じたのを牧も待ってたね、これね、分かってましたかね、分かってたね、うん、今度はインサイドに来るって、やっぱ前の打席を打ってるから、うんうん、だからね、よくバッターの中では餌巻きって言うんだけど、うん、餌巻きがよくできてたね。なるほど、うん、それがこのツーランに、まあ、つながったということなんだけども、はい、まあ、このツーランホームランで、うん、東が泣いたというね、ねえ、ベンチでね、そうだね、うん、まあ、よっぽど嬉しかったんだと思うんだけども、はい、まあ、長野にねホームランを打たれた時に、うん、マキが来てくれて、うん、東の ところでね、はい、激励をしてくれたと、はい、でそのマキがホームランを打ったんで、うん、まあ涙が出たと、ね、まあ頼れる4番だよね、本当ですね、うん、でね、うん、この試合で東、うん、8回89球7安打2失点というね、でね、もっと素晴らしかったのが、うん、横川8回114球、うん、これ未知の世界だったんだよね、 8回っていうのは、うんうん、これ原監督もよくね見極めて引っ張ったと思うよ、うん、で3安打1失点、はい、まあ、勝ち投手の権利を持って降りたんだけど、うん、まあ、中川が捕まったというね、そうですね、でジャイアンツの方はこの試合で活躍した長野、うん、はい、まあ、8月に入って3割を打ってるし、うん、まあ、3本のホームラン5打点というふうな、ん、まあ、大活躍をしてるんだよね、うん、うん、まあ、頼れるベテランがいるなっていうふうな感じがしました。はい、はい、2試合目この試合、はい、ドラフト1位ルーキーの、はい、
浅野選手。ああ、そうだよ。浅野がね、初ヒット打ったんだよ。プロ入り初。初スタメンでね、初安打ということで。そうそう。ね、そのヒットがね、ゲッツー崩れで、うん、まあ1点になる、まあ、きっかけを作ったヒットにはなったんだけどもね。はい、うん、非常に、まあ、バットを折りながらだけども、まあ嬉しかっただろうね。ねえ、うん、どうですか浅野選手は。まあ浅野はね、うん、これ試合に慣れていくと、うん、やっぱこう勘のいい子だから、うん、多分徐々に成績も上がってくると思うし、うんうん、あとやっぱ体力的なこととか、まあスピード的なこととかもう少し上がってくるとね、うんうん、まあいいかなっていうふうに思うね。このタイミングでこう一軍で試合に出るっていうのは、まあ原監督も、うん、まあ、育てながら勝たなきゃいけないというね、うん、やっぱこのままでは選手の層が薄くなるし、うん、やっぱこう育てたいという気持ちでやっぱ上げてると思うけどね、うん、まだまだA クラスもまあ狙ってるわけだし、そうですよね、まあ、そのところの、うん、その厳しい戦いが続く中で浅野に経験をさせてやりたいというのは、うん、すごく選手としても経験になるし、なるほど、まあ、打てば成長につながるしね、うんうん、まあ、いいタイミングだったと思うね。さすがだなと思うけどね、そこら辺もね。はい、はいはいはい、ということでした、はいはい、2試合目、5対1ジャイアンツ、うん、ね、これ山崎より5回までパーフェクト、うん、あ、まあ、7回に牧にソロホームランを打たれるんだけども、はい、7回3分の2、111球3安打、うん、7三振の無四球1失点というね、うん、やっぱ無四球っていうのがいいね。で、まあ、好投して9勝目ということでね、はい、うん、まあ、5回にはブリンソン梶谷のタイムリーで3点を取ったりとか、うん、まあ、8回には坂本がツーランホームランでどん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 突き放していくんだけど、はい、まあ、DeNA は3安打に抑えられて、うん、たんだけど、牧がね、新人から3年連続の20号を打つんだよね、うん、で新人からは6人目ということで、まあ、名前をざっと挙げると、まあ、王さんとか、はい、まあ、原監督とか、うん、清原とか、うん、まあ、ミスターロッテの有藤さんとかね、はい、石井博夫とか、そうそうたる、いや、そうそうたるメンバーだから球界に名を残してる人たちばっかりなんだよ、うん、だから牧もね、今後ね、まあ、そういう名を残す選手にはね、まあ、確実になっていくだろうなっていうふうに思うね。それの一つですね、はい、そうだね、それでね、うん、この試合でブリンソン、はい、激走するんだよね、うん、セカンドランナーだったブリンソンが一気にホームに帰ってくるんだけど、タイムリーで、うん、まあ、走らなかった、何やってんのブリンソンみたいなことから一転、もう全力疾走を始めてるわけよ。次の日からね、うん、まあ、ちょっと深い位置のショートゴロを内野安打にするとかさ、まあ、この試合はなんかセカンドから激走してね、うん、ホームインするとかさ、うん、だから非常にブリンソンの形が変わってきたなっていうね。なんかもうこうちょっとプレースタイルもって違ってきたような、違ってきた、もともとね、うん、足は速いとか、はい、守備はうまいっていうふうに言われてたんだよね、うん、で、まあ、打つ方は、まあ、そこそこ、まあ、打ってくれるだろうと、うんうん、あとはやっぱ走塁だったんだよね。だけどその走塁がだすごく光り始めたというね。なるほど、はい、はい、生き生きしてきましたブリンソンが。なんかもう一点っていう感じですかね。まあそうだね、うん、で3試合目、うん、8対1巨人、はい、で初回長野が三塁打を打ち、うん、まあ、吉川のセカンドゴロで先制するんだよね、はい、でそこから3番坂本から5連打の中、うん、ブリンソンが満塁で回ってきて、はい、満塁ホームランを打つという、ね、やっぱいいことあるんだよ、全力疾走してるとね、うん、素直にね、そう受け入れてね、うん、はい、で全力疾走してると、うん、やっぱ体のキレもよ、体のキレも良くなってくるしね、でこの満塁ホームランで今一気に点を5点取ったんだよね、はい、しかしまだ終われない、うん、続く大城がまたソロホームランで、うん、一挙初回に6点取るという ね、 ね、まあ見事な速攻だよね、うん、うん、で8回には岡本が32号のソロホームランで、はい、まあ、突き放し、うん、まあ、DeNA の方は5安打1点と元気がなくなってきたと、またね、なんか突如そういう状況になんかね、まあ、ちょっと巨人の初戦なんかは非常になんかこうみんながね、こう一つになりみたいな、
そんな感じの試合を見せてくれたから、あ、これは元の姿に、まあ、戻ってきたかなと思ったんだけども、うん、ちょっと山崎よりも5回までのパーフェクトとか、うん、ちょっと抑え込まれたね、うん、で、まあ、3試合目よし今日は、ね、勝ち越してこのジャイアンツ戦終わろうと思った矢先、初回に、うん、まあ、6点取られるというね、ちょっとやっぱりリズムがまだまだ悪いかなっていうふうに思うよね、 DeNA はね、うん、ただ巨人はやっぱこういう試合ができるっていうことはまだまだ追っていけるなっていうような、うん、そんな感じもするし、うん、まあこの試合でねちょっと面白かったのは4回裏、うん、はい、坂本のホームラン当たりをファンが手を出しちゃって、ね、取りたかったんですよね、取りたかったファンの方はね、まあ大体ホームランになってたかなっていうような感じはするんだけども、うん、だけど手に当たっちゃって、うん、まあ二塁打になるんだよね、うん、で再三こうリクエストを されて、あのそのファンがね、うん、抜かれるのをやっぱ坂本がちょっと苦しく思ったのかもわからないけども、うん、まあ、セカンドベース上のところで、ね、パフォーマンスありますね、パフォーマンスをしてちょっと和ませたというね、うん、まあ、坂本らしいなっていうふうに思うけども、はい、まあ、この試合はこのカードはまあ2勝1敗のジャイアンツの勝ちという ね、まあ、そういうことになりました、まあね、そういうこともありましたけど試合は勝ちましたので、ね、そうだね、はいはいはい、続いて阪神対ヤクルト、はい、ね、阪神村上、青柳、伊藤、うん、でヤクルト高橋奎二、サイスニード、山野というね、はい、はい、まあこれ3連勝してるからまあ2対1阪神、うん、ね、まあ2対、1対1で迎えた8回表、先頭浜田がセンター前ヒット打つんだよね、うん、で塩見がライトフライに倒れるが宮本が送りバントで、さあ山田、村上、サンタナって迎えるんだよ、はい、もうこの時にもう岡田監督のやっぱこう執念を感じたのは、うん、この回だけで4人の投手を使うんだよね、継投していくんだよね、一つの回だけでね、そう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 、うん、でまあ執念の采配を迎えながら、まあ、島本が投げてて、山田には岡留め、うん、岡留めってあまり聞かない名前なんだけども、はい、やっぱここで経験の浅い岡留めだから、まあ知らないピッチャーを持ってきたということだよね、これはあえてということですか、あえてかもわからないし、うん、ここら辺で経験させておけばいい結果が出れば使い物になるっていうふうに思ったのか、うん、まあ岡留めがまあフォアボールを出す、うん、で村上に対しては及川を出して、うん、でサンタに対しては馬場、うん、ね、サンタナもいい当たりだったんだけどさ、まあ、近本が候補してくれるというさ、うん、だけどやっぱこういう執念はやっぱこう見せていくよね、ねえ、うん、でまあ1対1で迎えたその裏、うん、まあ木浪がヒット、代打糸原が右中間を破って、うん、まあ二塁打で木浪を返すというね、はい、やっぱ木浪も効いてるな、うん、うん、この日も3安打打ってんだけどさ、はい、やっぱ木浪がやっぱ上位打線につないでくるよね、うん、で近本中野とかね、得点圏のいいバッターにつないでくるから、はい、まあこの日は糸原がね、うん、代打でツーベースを打って木浪がチョークホームにして勝ち越し点を取るんだけども、うん、やっぱね強いわ、うん、強いのとやっぱ粘り強い、うん、それとやっぱ岡田監督の采配だよね、なるほど、はい、はい、で1戦目を取りました、はい、で2試合目は4対3、うん、もうここも1点差なんだけどもさ、ね、3対2で迎えた6回、はい、ね、坂本のスクイズで阪神が追いついたんだよね、6回に、うん、3対2はねヤクルトがリードしてましたからね、そうそう、うん、で延長に入り、10回、はい、宮本のヒット、村上、塩見が、まあ、フォアボールで、うん、ワンアウト満塁なんだよね、で代打山田、うん、三振、中村を三振取って、まあ、ヤクルトは勝ち越せないというね、うん、で12回中野が二塁打、うん、で森下フォアボール、大山がライト前ヒットでつないで、うん、ノーアウト満塁、まあ、そこから佐藤の犠牲フライでサヨナラというね、うん、やっぱ投手力がいいのか、うん、みんな一体感でやっぱ粘り込んでんのか、やっぱこう素晴らしいこうなんていうの、我慢強さがあるね、粘りもあるし、うん、ね、だからここら辺を引き出してるのは梅野とか坂本とか、
こういうキャッチャーの仕事も大きいのかなと思うよね。うん、なるほど。で2試合目を取るというね、長い試合でしたね。長い試合だったけど取っちゃうんだよね。負けないんだよ、はい、ヤクルトも勝ち越せるチャンスがあるんだけども、はい、なかなか勝ち越せなかったというね。まあどのチームもそうなんだよね。追い込むんだけどそっから先はいけないというさ、まあそういうしぶとさを阪神が持ってるというね。で3試合目、はい、5対3、阪神でね、この試合でも岡田さんの岡田監督の采配が光るんだけども、はい、1点を追う3回ね、ワンアウト満塁から今日スタメンの小野寺ノイジーがちょっと体調不良かなんかがあったんだよね、で小野寺を5番に抜擢してるんだよ、はい、で打順を里輝を5番に上げて6番に小野寺じゃなくて、やっぱノイジーが抜けた打順に小野寺を入れてるんだよね。この小野寺が逆転2点タイムリーというね、はい、で4回には中野がタイムリーという、ね、で山田のツーランホームランで1点差に追い上げられるんだよ、ね、うん、でこっからなんだよ、1点差の7回には、まあ途中梅野がねちょっとアクシデントがあって後から話すけども、はい、坂本がワンアウト1、3塁からセーフティースクイズをやるんだよ、これがファールになるんだよね、はい、次のボールをヤクルトバッテリーはウエストするんだよ、スクイズを警戒して、そしたら岡田監督がその次のボール、2ボール1ストライクからエンドランかけるんだよ、それがタイムリーになるんだよね。で岡田監督はセーフティースクイズはサードランナーを殺すことになるかもわからないと、ああいう場面では、エンドランだとサードランナーは最低死なないということで切り替えたっていうんだよね。だからここら辺はね、次から次へ手を打ってくるよね。もうポンポン浮かんでくるんでしょうね、そのケースごとに。だからね、この岡田監督のやっぱこう采配っていうのはやっぱあるな、あるっていうかもう本当にね、その状況とか選手心理状態だとか相手のベンチの考えとか、だから相手のベンチがウエストしたから、あ、このバッターに対してはスクイズを警戒した、そしたらエンドランに切り替えたということなんだよね。細かな采配ですね。そうだね、それでこの試合で、まあ、桐敷、梶谷、岩貞、岩崎ってつないでって、まあ、無失点で逃げ切るというね。でこの試合は後輩の山野、高校の後輩の山野が、豊さんのね、前回ジャイアンツ戦で勝ったけども、まあ、久しぶりの登板でね、4回102球4失点ということで、まあ、ちょっとゲームは作れなかったね。そうですね、はい、で阪神は10連勝、はい、16年ぶり、ね、でこの試合でデッドボール当てられた梅野が、そうです、ちょっと骨折ということで ねちょっと病院からね、こう手をつった状態で戻ってきたということで、そうだね、ちょっと心配だね、ちょっと最悪な結果にはなってしまいましたか。梅野はね、怪我に強い選手だったんだよ、で我慢強い子だしさ、まあ昔は小指がね、足の小指がちょっと骨折が見つかったんだけども、我慢して出場したとかさ、怪我に強い選手だっただけに、なんかちょっと痛い離脱だね、すぐ変えたもんね、もうね、こうちょっとベンチがざわざわっとして、すぐこう様子見る間もなく変えたからね、すぐ病院に行ったということで、はい、でもなんかこう阪神デッドボールで骨折ちょっと多いな、ちょっと最近多いですね。やっぱね、強いとね、勝負どころでね、厳しいボールを投げに行くんだよね、ピッチャーって。強いチームに対して、やっぱ打たれちゃいけないとかさ、ここで追加点取られちゃいけないってなると、やっぱこう甘くなるよりは厳しいボールが増えてくるんだよね。なるほど。だからこれはもうしょうがないことではあるけども、まあやっぱこう選手がね、欠けていくっていうのはちょっと怖いね、チームとしてはね。ちょっとね、こう後々に響くような怪我になってしまうとちょっと残念ですよね。はい、はい、続いて中日対広島、松葉、高橋宏と柳、広島、野村、森下、遠藤という、ね、まあ広島はなんかこう戻ってきたピッチャー、まあ野村も今年戻ってきたし、森下もちょっと戦列から離れてたけど、まあ遠藤もそうだよね、
こういう状態がどういうふうにゲームに出てくるかだよね。はい、はい、で1試合目3対3の引き分け、うん、3対1とリードされた7回、はい、大森がね1・3塁から盗塁するんだけど、うん、アウトになっちゃうんだよね。宇佐美が素晴らしいボールを投げるんだけども、そうでしたね、なんでここで走らせたのかなと思ったんだけどもね、うん、だけどその打席に堂林、うん、5号ツーランホームランで追いつくんだよ。はい、いやーかっこいいね、やっぱ堂林のホームランってやっぱプリンスだわ。プリンス、うん、プリンスだよね、うん、だから軽々持っていくもんね。ね、おー華奢な細い体してるんだけどもさ、うん、やっぱハマったら飛ぶねこの選手は。なるほど、はい、うん、でこの試合、はい、両軍合わせて17人の投手を使い引き分けるというね。17人だよ、すごいね。ああすごいんだよ。広島8人、中日9人ね、もう2チーム分できそうですね。そう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 、それだけで本当に、いや本当だよ ね、だからまあ総力戦でね、うん、まあ、引き分けたという形なんだけども、はい、まあ中日岡林が球団記録と記録までね、うん、2と迫る連続試合あのヒットね、ヒットのね連続試合ね、24に伸ばしたという ね、この試合でね、はい、はい、まあそういう試合でした。はい、で2試合目、うん、3対2中日、はい、初回岡林から5連打だよ。だから岡林が打ったということはもう25ゲームを作ったということなんだけども、連続試合記録ね。そうそうそう、はい、まあ岡林から5連打で、うん、あっさり3点を取り先制するんだよね。はい、その中で、細川2点タイムリー、宇佐美がタイムリーというね、うん、で8回にはその小園のツーランホームランで、はい、1点差に迫るけども、はい、まあ、トータル的に広島が3安打しか打てないという、うん、ね、まあ、本当に元気がないんだよね、うん、で秋山もなんかふくらはぎの肉離れかなんかで、うん、戦列離脱ということでね、はい、まあここに来て西川が戻ってきたと思ったら秋山がいなくなるというね、うん、なかなか揃わないんだよね。ただ中日も初回5安打したけども、うん、その後はあの高橋宏とか4回に1本打つんだけど、はい、まあ都合それだけなんだよ、ね、うん、だから初回だけで点取って安心しちゃったらダメだけどもです、ね、うん、ただ森下がね、うん、やっぱり久しぶりに投げてゲーム感が初回はなかったのか分かんないけども、うん、まあ、7回117球6安打、はい、ちょっと5四球っていうのがそうですね、うん、ちょっと意外な数、そうだよな、うん、だからまあここら辺がゲーム感だったのかなっていうふうに思うけども、うん、まあ都合3失点というね、はい、初回5安打あの打たれたけども、うん、その後は1安打にずっと抑えていくというね、うん、まあナイスピッチングだったのかどうかわからないけども、はい、ちょっと5四球っていうのがあるかな。そうですね、うん、で高橋宏斗、はい、まあ、本当にここ最近良くなってきたよね、うんうんうん、で7回105球2安打、まあ、1四球の無失点というね、うん、まあ、ゲームをしっかり作れたというね、うん、まあそういうゲームでした、はい、で岡林が25試合連続ヒットという、はい、まあ、球団記録に並んだというね、うんうん、はい、ことでした、はい、で3試合目2対1、はい、中日あのマルチネスが、うん、あのマルチネスって無失点だったんだよね。でマルチネスから堂林が、まあ、0-0 の均衡から、はい、それを破るソロホームランを打つんだよ、うん、ね、9回に、はい、しかしその裏、うん、石川が同点ホームラン、うん、そして宇佐美がサヨナラホームランという ね、 ね、あれだけ打てない打てないホームランバンテリンでは打てないぞっていう中日が、うん、連続ホームランでサヨナラしちゃうというね。これね延長10回の話でそれまで 0-0 でずっと言ってますからね。そうそうそう、で延長でホームランが出て均衡破ったっていう途端に、うん、まあ、動き出すという ね、 ね、野球って面白いなと思うけども本当に、うん、で中日柳が素晴らしかった。そうです、もったいなかった。1点取ってやるよっていうのは、うん、9回121球、うん、無安打、そうですね、無失点、ね、2つのフォアボールと1つのデッドボールがあるんだけども、はい、これ1点取って完封しておけばノーヒットノーラン達成だったんだけども、本当にこれ記録にも残らないんだよね。そうらしいですね、うん、
残念すぎますよ。残念だったね。久しぶりに柳の立ち上がりも良くて、うん、まあ重苦しい雰囲気で立ち上がるんだけども、うん、まあこの日は前の登板の反省もあったのかもしれないけども、はい、まあ非常に気持ちのこもったね投球で、うん、9回を無安打無失点という。そうですよ、ノーヒットノーラン達成とはならず、まあ、記録っていうかあれは、まあ、9回無安打無失点っていうことだけなんですよね。そうだよね、だからもったいなかったね。いやもうこれ普通にね、うん、ノーヒットノーランと同じ、ね、内容なんですよね。まあでもね、うん、試合が、まあ、最終的には10回で勝負がつき、うん、勝ったからね、ね、好投が報われたという試合だったけど、勝ち投手にも慣れてないというね、なんとも不思議なまあね、勝ち投手になったらノーヒットノーランだけどね、うん、柳投手からすればね、はい、ちょっと複雑な試合にはなりましたかね、まあ、そうだね、はい、で、まあ、遠藤もね、うん、7回87球4安打無失点という ね、 ね、非常に良かったよ ね、うん、はい、ね、でこの試合で岡林が74年ぶり球団記録を塗り替えるというね、更新ということで、更新だよね、26試合連続安打すごい、若干まだ21歳という、そうですよ、ね、もうなんか年齢見てびっくりしますよね。そうだね、うん、この若さで達成ということでプレッシャーにも打ち勝ったという ね、 ね、おめでとうございます。おめでとうございます ね、 ねただ阪神は、うん、阪神じゃない広島は、うん、はい、ちょっと打てないね、なんかちょっとどうしちゃったんだろうっていうね、急にちょっとね急に打てなくなってきてるよね。今日の試合ももうその10回のね1安打っていうね、そうなんだよ、 それがホームランでしょ。そうですね、それで勝ったら美味しかったけどもさ、そうは甘くはないね、うん、はい、さあ、はい、ということで、うん、16年ぶりの10連勝、はい、まあ、阪神ですよね、うん、だけど大丈夫っていうのが、いやもう本当に、まあ先ほども言ったけども、うん、梅野が骨折をした、うん、で坂本という優秀なキャッチャーはいるけど、うん、じゃあ坂本の2番手を誰にするのかっていう問題がさ、まあ結構重要だよね。これ本当にキャッチャーってそうそう変われないじゃないですかね。いや変われないよね。って考えたらこれは阪神にとっては大問題、大打撃だよ、ね、まあ、や、まあ岡田監督のことだから、まあ、やりくじでやっていくとは思うけど、もう、ね、ただねキャッチャーがねいなくなるっていうのは相当なダメージが大きいよね。え、しかも、うん、ちょっと骨折となると今シーズンなかなか、まあ、ちょっと無理かもからんな、ね、だからクライマックスとか、まあ、日本シリーズに出た場合にギリギリ間に合うか、まあ、どうかっていうことだとは思うけどもね、うん、だからちょっと阪神にちょっと雲がかかりつつあるなっていう、暗雲ということですね、まあ、にならなければいいけどな、ね、だからまあそこら辺がちょっとね、まあ、今シーズンちょっと心配なことになってきたな、ね、はい、はい、まあそういうセリフでした。はい、はいはい、続きましてパ・リーグ、パ・リーグです、ね、はい、はい、こちらちょっと雨で流れてしまった、中止になってしまった試合がありまして、はいはい、楽天とオリックスがね2試合で1勝1敗ということでした、はいはい、ロッテと西武はロッテが2勝1敗の勝ち越し、ソフトバンク日本ハムは日本ハムが2勝1敗の勝ち越しということでした。はい、はい、では楽天オリックスから、うん、ね、岸則本、はい、でオリックスは山崎幸也、うん、で曽谷、はい、ね、1試合目は5対0、うん、ね、完封です。素晴らしかったです、ね、でこの試合なんだよ、1時間45分遅れたっていうのは、何だったんでしょうか、道具が届かないというね、なんというね、なんか、うん、自己渋滞だったらしいんだけども、そうみたいですね、楽天の荷物っていうのは福岡からこう運んでくる、うんうん、もうその中で自己渋滞とか渋滞とかあって最初1時間遅延だったんだよね。だけどそれでも間に合わない、1時間45分後19時45分から始めますって、そうね、言われてもっていうことですよね。いや、ファンはもう球場で待ってんだよね。いやもうみんなげんなりしましたね。げんなりだよ。で2回にはねこの試合ね雨が降り出したんだよ。じゃあ中断あったんですか。いや中断にはしなかったんだけど、はい、いや中断してもいいぐらいの雨が降ったんだよ、うん、まあパッと上がったけどね。でもこれで雨で中止になってたら大変なことになってきたけど、うん、ただこの試合、はい、
まあ、棋士が2年半ぶりぐらいだな、はい、完封勝利というね、うん、で9回5安打6三振無失点という、ね、38歳のおっさんがやりましたよ。ちいたかさんに言われたくないな。まあまあそりゃそうかもわからんけど、まあ本当ね、遡ると21年、うん、3月30日以来というね、うん、だ約2年半ぶりぐらいかな、うん、はい、まあそれで完封ということでね、うん、まあ打つ方は阿部が4安打1ホームラン、はいはい、まあ、2打点というね、うん、やっぱ阿部が良くなってきてるね、最近また活躍、うん、そうそうそう、よく名前を聞きます。そうでね、やっぱこう阿部って中日時代から勝負強いバッターでね、うん、まあ中日の中では打点王とか、うんうん、まあそういう一番打点を上げるような選手だったから、はい、まあここに来て阿部が元気になってきたっていうのは、うん、やっぱ A クラスを狙う上では非常に大きな選手かなっていうふうに思うよね。なるほど。でこの試合もあったんだけど、はい、小深田、うん、小深ちゃんが走って、うん、ランエンドヒットの形で小郷が返すというね、この前も決勝点叩き出したのも、うん、この2人のコンビだったんだよ。うん、だからこの2人のコンビっていうのは、うん、すごくいいなと思ってね。なるほど。うん、まあその中で、うん、まあ棋士がね、ねえ、やっぱ遅延するっていうのはさ、コンディション的にも気持ち的にも待ってなきゃいけないし、しかもなんか早い試合だったら1試合終わっちゃうぐらいの遅延ですもんね。まあそうだね、ほんと長い遅延だと。ただホームグラウンドでよかったのかなっていう。ビジターだとやっぱ1つのロッカーしかないんだよね、うん、で居場所がないっていうところもあるんだよ。うん、でホームだといろんなそのトレーナールームだとかいろんなところに部屋があって、うん、ちょっと気持ちを落ち過ごし方というかね、うんうん、まあそういう過ごせるところがあるという、はい、だからまあそこら辺から言うと、まあ、楽天の方がやっぱり有利かなっていうふうに思うよね。うん、はい、ねえ、なんかちょっと難しかったですね、うん、そういうね、まあ、山崎幸は難しかったかもね。うん、だけど完封は見事でした。はい、はい、で続いて、うん、これは2試合目は中止になって3試合目、はい、則本対曽谷で1対0、ねえ、なあ完封返しと。しかし、うん、オリックスはブルペンデーみたいな形を取ったんだよね、はい、でそれで完封をするという、うんうん、まあ曽谷が先発していって、はい、宇田川、うん、山岡、うん、山崎総一郎、うん、平野で完封をするというつないで ね、 ね、で則本は7回3分の1、うん、105球、うん、6安打1失点、はい、まあ好投だよねこれもね。ほんとね、普通に好投ないや内容ですけど、そうだって初回に森の犠牲フライで、まあそういうチャンスを作られたっていうのもあれかもわからないけども、うん、まあ初回のね立ち上がりの犠牲フライの1点っていうのはもう仕方ないかなと思ってしまうよね。うん、うん、だけどオリックスのやっぱこうブルペン陣、うん、やっぱ素晴らしいなと思うのは、うん、オリックス打線から13奪三振取ってんだよね、はい、このさっき挙げた、2、4、5人から5人、うんで13三振を取ってんだけど、うん、やっぱピンチも迎えるんだけどもさ、ことごとく三振取るんだよね。うん、だからここら辺の能力の高さっていうのはやっぱ抜けてんなっていうふうに思うよね。ねうん、結局4安打しかね打たれてないですからね。そうなんだよね。でもその中でも阿部はね、うん、しっかり打ってるという好調をキープしてるというね、楽天の阿部はね。なるほど。はいはい。はい、まあそういう試合でした。はい。はい、はい、続きましてロッテ対西武、はい、ロッテ菊池、うん、メルセデス小島、西武は平、うん松本青山、はい、1試合目平、うん、好投です。8回106球5安打7三振の、2つのフォアボール2失点という、うん、まあ1、2回にね内野ゴロで1点ずつ取られるんだよね。うん、やっぱここに納得してないんだよね平はね。ねちょっとね自分のこうミスのようなことももうまああったし、あったりして、うん、でもね内野ゴロを打たれてるっていうのが嫌なんだろうね。なるほど。三振取りに行ってんだよ、はい、でもそれを当てられて失点をしてるというね、ああなんで三振取りに行ってんのにっていうような
まあ、そういう表情が見受けられたね、うん、はい、だからまあそのぐらいレベルが高いんだよね平良ってね、うん、それでロッテの先発ピッチャー菊池、はい、22年のドラフト1位、うん、まあルーキーなんだけどね、はい、4回84球7安打、うん、まあ3つのフォアボールっていうのはあんまり良くないけども、はい、4失点、うん、でも自責は1という、まあね、足を引っ張られるだけ引っ張られたらなんかね、ちょっと見ててああってやっぱね、まあ止めにくいかもわからないけども、田村がちょっと止められなかったとか、うん、まあ、あれは厳しいかなとは思うんだけども、はい、まあルーキーだけに止めてやってほしかったなって思うのとやっぱねフライをやっぱこうホームグラウンドで落としてるというね、うん、だからここら辺をしっかり守ってやれればゲームはしっかり作れたんじゃないかなって思うんだよね。だからここら辺がまあロッテの最近の状態っていうのが、うん、守備から乱れてるというね、うんうん、ここら辺やっぱこうちょっともうちょっと締めてほしいなと思うよね。なるほど、うん、でこの試合で栗山が5回に貴重なツーランを打つという、はい、やっぱベテランって、まあ、ジャイアンツの時に長野とかね、うん、話をしたけども、栗山は今年40歳、うん、まだまだ健在だね。やっぱこうインサイドに来るっていう、まあ、読みもあって、うん、のバッティングだったらしいけども、まあ見事でした。はい、はい、うん、で西武が最初勝つと、はい、で2試合目、うん、3対2ロッテ、はい、これ7回1点リードされた場面で、うん、西武の中村、はい、逆転ツーランおかわり君、うん、まあ昨日は栗山今日は中村が行くぜみたいな、ね、このベテラン同級生なんだけど、うん、いや活躍するなこの暑い夏場にね。えで9回を迎えるんだよね、はい、だけど出てきた増田が5-3、まあ、佐藤に同点タイムリー、で、うん、まあ同点だよね、うん、でワンアウト2、3塁から、はい、荻野がサヨナラ儀比を打つんだよね、はい、でサードランナー岡ねタッチアップしてホームインね、しかし西武はリクエストね、物議ありましたね。そうそうそう、サードランナー岡のスタート、ね、が早いということ、ね、取る前にスタートしてるということでリクエストしたね、待てど暮らせど出てこない、ね、映像が見つかりませんでした。映像が出てこないそうそうね、どこ探してもそこの部分を撮っている映像がなかったと、なかったという、そんなことやっぱあるんですね。あっちゃいけないんだけどねだけどまあそうだな、カメラの台数も決まってるしさ、でも必ずやっぱそういうシーンだとランナーは誰か撮ってるもんじゃないですか。いや撮っとかなきゃいけないんだけどもねね、うん、だからここら辺はさ、ちょっとやっぱりリクエストを出しただけに映像が見つかりませんでしたっていうさ、説明のもと、説明はちょっとな、そりゃないぜみたいな、なんか勝った方もなんかすっきりしないみたいな感じがあったようですけどね。まあそうだね、まあこの試合はね、メルセデス松本がね、うん、まあ好投していって最後ね繰り返されたわけだけども、はい、これ松井監督の談話ではね、まあ最後まで可能性を探ったと、うん、うん、やっぱこうね、うん、さよならさよならでも仕方ないけども、うん、いや俺らにはこうスタートが早く見えたっていうようなね、うん、ことで、まあ、リクエストしてるんだから、はい、その納得は欲しいよね。確かにね、うん、映像がなかったのですいませんみたいなのではね、その判定通りにみたいな ね、まあ、そういうことだったんだよ。うん、ちょっと後味がね少し悪かったかなというふうには思うけども、はい、はい、でこの試合ですかね、ロッテの勝ち投手になったのは澤田投手。ああそうだ、忘れてた千何日かぶりだよね。いやもういろいろありましてね、オリックスをね自由契約になったりとかして、うん、手術をして、はい、でロッテにねお世話になるようなことになって、はい、でまあ中継ぎでも力のあるね、うん、投球を見せてくれてたけども、はい、なんて言うんだろう、なんか一生懸命やった結果がね、こういう勝ちを拾えるような、うん、まあもちろんそのね無失点で来てるから、うん、失点してないからこういうご褒美も来たんだとは思うけどもね、はい、うん、
本当にね、この移籍後初白星ということで。まあそうだね、まあよかったね。愛媛出身なんですよね。愛媛出身で大阪桐蔭ね。はい、そうそうそう、なのでね、注目していますが、ね、はい、よかったです。よかったね、はい、はい、で3試合目、うん、3対2、はい、ロッテというね、はい、まあ2回に安田のタイムリー、うん、まあ、3回に1点を取って4回に荻野のタイムリーで、まあ、3点を都合取るんだよね、はい、まあ、小刻みに、まあ追加点を重ねていくんだけども、うん、まあ、西武は栗山の9回、うん、またホームランだよ、はい、ね、1点差まで追い上げるけども、まあ、押し切られるという試合だったんだけどもね、うん、小島が良かったね、はい、6回106球5安打、うん、無失点、6勝目という ね、 ね、うん、で抑えに出てきた増田、うん、まあ、ちょっと栗山とかのホームランを打たれながらちょっと危なげだったけども、はい、29セーブを上げるという、うん、でやっぱこう30セーブね、まあ、抑えが30セーブをきっちり上げてくれるっていうのは、うん、まあ、他の球団ってさ、結構セーブが、セーブ投手が故障したりだとかさ、まあ、増田もすごくビシッと安定してるっていうことでもないけども、はい、やっぱりしっかり仕事をしてくれるっていうところが、うん、まあ、ロッテの少し安定感につながってるのかなって思うよね。なるほど。で前のその中継ぎの投手陣もいいしね、うんうん、澤田とかもメンバーに加わってきたりだとかさ、はい、まあ、東とか、うん、東条とかね、うんうん、まあ、非常に力のあるピッチャーもいるし、はい、その中で増田がね最後しっかり抑えてくれるということで、まあ、ロッテの今の2位というね、うん、まあ、地位を築き上げられてるのかなっていうふうに思うよね。なるほど、はい、はい、はい、それでは最後、うん、ソフトバンク対日本ハム、はい、ソフトバンク石川、高橋シュチュバート、はい、で日本ハム上沢、伊藤、上原ね、はい、1試合目7対4、うん、ね、ソフトバンク、はい、これねソフトバンクの投打のウィークポイントっていうのは、うん、どこかというと、まあ、やっぱり1番バッターと8回の投手なんだよね。なるほど、うん、でここ最近1番に三森を持ってきて、うん、この三森が3安打、放つんだけど、はい、8月4日からこの期間の成績はね1番に入って、うん、3割7分9人、うん、まあ、29打数11安打7得点6打点というね、うん、まあ、非常に活躍をしているというね、うん、でソフトバンクは一時期中村とか打ってたんだけど、はい、うん、中村も非常に良かったんだよね、うん、ただ三森ほど足が使えない、うん、だけど三森が入ることによって足が使えるから、うん、非常にこう1番バッターとしては適任だよね。なるほど。で近藤が当たってるだけに、うん、この1番っていうものが固定されて三森がこの活躍を続けるんであればまだまだ上狙えるね。うん、はい、でもう一つの課題は、はい、モイネロがいなくなった8回の登板、はい、でこの日から松本を指名するんだよね、はい、藤本監督が、うん、この松本が3者連続三振を取るとかね。そうですね、うん、で同点で迎えた8回、はい、三森近藤などのタイムリーで、うん、まあ、3点を取るというね、うん、だから8回に三者三振松本が取って、うん、攻撃のリズムを作ってくれたということね、はい、まあ、これがその裏の3点につながったという、うん、だからなんていうのかな、ウィークポイントの穴を埋める人たちが活躍をしてこの試合勝ったかなという感じがするよね。なるほど。で一方日本ハムはね、はい、ちょっとやっぱり池田が捕まるケースが多いね、中継ぎの。うん、力があって気持ちがあって投げっぷりがいいピッチャーだけども、はい、やっぱそれだけじゃダメで、うん、ちょっと失点をするケースが少し多いかなっていう感じがするよね。はい。はい。で2試合目は9対0、うん、日本ハム、はい。この試合は派手なゲームだったね。まあ、万波が4回、はい、先制ツーランホームラン、うん、で5回には清宮ツーラン、うん、万波がソロホームラン2打席連続 ねで高橋嶺を、まあ、打ち崩すという、うん、でマルティネスも2打点というクリーンナップで8打点、うん、
を上げるというね、やっぱクリーンアップが8打点上げるとやっぱ強いよね。しかもうちねホームランがそう3本打ってるからね、3本ありますからね、はい、でこの日1番に入った郡司が3安打とチャンスメイクするんだよね、はい、まあ、これも大きかったと思うよね、うん、はい、まあ、やっぱりね日本ハムはこうやってホームランが出るようになると、うん、あとホームランを打てる選手が多いだけにね、その実力を発揮すると、まあ、こういう試合ができてくるというね。そうですね、はい、で伊藤がね、うん、この日は よくて7回108球6安打無失点というね。一方ソフトバンクの方は高橋で久しぶりの先発だったんだけども、はい、まあ、5回は81球10安打6失点という大誤算だったんだよね。うん、そうですね、うん、まあ、ストライクの中で勝負はしていくんだけども、うん、ちょっとやっぱりこう投げてるボールが甘めにちょっと入ってきてるから、うん、まあ、ここら辺がちょっと誤算だったかなという感じがするよね。うん、なるほど、はい、はい、で3試合目、はい、5対3、うん、日本ハム、3回にマルティネスのツーランホームランで先制、5回には松本清宮の、松本タイムリー、清宮の犠飛で、まあ、4点目、うん、ね、まあ、6回には近藤のツーランで追い上げられるけども、まあ、今日はね、三森がノーヒットという、うん、近藤の前に出てたら、ね、まあ、ツーランがスリーランになってたかもわからないというね、まあ、ちょっと欲を書いて言ってるけども、はいはい、で8回には日本ハム野村がね、うん、そのホームランで突き放すという、やっぱね、日本ハムはね、ホームランのチームだわ。うん、まあ、ミスが出てもホームラン打って打ち返すというね、なかなかやっぱホームランっていうのは出にくいけども、はい、でも2試合目の、このカードの2試合目には万波が2本、うん、清宮が打ったりだとか、うん、でこの試合ではマルティネスが打ったりだとか、うん、野村が打ったりだとかして、ね、はい、やっぱこう点を取っていくというね、うん、だからもうこういう試合ができるとやっぱ日本ハムは乗ってくるのかなっていう感じがするよね、うんうんうん、で連敗の時っていうのはやっぱこうホームランもなかなか出なかったしね、うんうん、だからまあ状態的には日本ハムは上向きになってきたかなという感じがするよね、うん、でこの試合上原、はい、6回5安打2失点、うん、まあ、上原がねやっぱずっと安定してるよね、うんうん、だからその、まあ、こういう状態でずっと続いていけばもうずっとローテーションの一角を任せられるかなという感じがするよね。うん、でシュワート、はい、で5回90球5安打3四球4失点という、うん、まあ、3四球っていうのがちょっともったいないんだけども、はい、だん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 やっぱこう研究されてきてるというね。うん、だからこう研究されてる裏を取っていかないとなかなかこれからは厳しくなってくるかなという、うん、ボールに力あるし角度あるしさ、まあ、非常に制球も悪いピッチャーではないけどもね、うん、ただやっぱ研究されて、来てるなということがちょっと伺い知れるかな。なるほど、それに対しての対策を、うん、少し考えた方がいいのかなという、まあ大体力でいくピッチャーだけどもね、で少し疲れがあって球が走らないっていうような状況になってくると得てして捕まるケースは多いんだけど、まあ、だけどもここら辺は少しまあ、変化球を多めにするとか、うんうん、まあ、そういうことで対策をねしていった方がいいかなっていうふうに思ったね。はい、はい、ということで、うん、まあ、淡々と進むペナントレース、台風の目となるのは何でしょうかね。これね、チームでしょうかね。やっぱじいちゃんもさ、うん、こう書いてて、うん、じいちゃん書いてくれるけど、うん、書いてて思うのは3連勝とか、あ、また3連勝だねとか、そうじゃなくてなんか1勝1敗、2勝1敗、2勝1敗とか1勝2敗とか、だいたい2-1、2-1っていうのが綺麗に分かれてることがここ最近多いですかね。そうだよな、うん、いやだからやっぱここでもう8月9月ってもう勝負の月に入ってるんだから、うん、どっかがボーンと出てこないかなっていうのをちょっと心待ちにしてるんだよね、うん、なんかね、ある時期はこうねちょっと連敗続いて大変なチームがあったりとか、 それとは逆にね、うん、連勝続いてとかあったです、ありましたよね。あったよ。だから今ちょっと賃貸ムードというかさ、まあ、どうなんですか、チームにとってはそれはいいことであって、やっぱそれだけ実力が拮抗してるっちゃ拮抗してるんだよね、うん、だからこう差はついていかないんだけどさ、うん、だけどなんかここに来て、うん、こうやっぱこうエンジンをかけるね、うん、
チームがあってもいいのかなっていうような、ね、まあ、そういうこともファンは期待してるのかなっていうふうに思うよね。ちょっとね、1位のオリックスだけ 5.5 ゲームで開いてて、うん、次がロッテソフトバンク4ゲーム差、うん、その次楽天3ゲーム差、その次西武3ゲーム差、日本ハム 3.5 ゲーム差っていうことで ね、まあ、なんかこう、ね、だからその差が動かないんだよね。そうなんですね。ずっとそのままの体勢でいってんだよね。そう、順位も変わらなければ、そうそう、ゲーム差もそんなに変わらない、そうっていうようなところですかね、今ね。そうだね。だからもう本当に阪神はここに来てエンジン全開で来てるし、まあ、16日には最短で16日か15日、15日か、うん、にマジックがね点灯するかもというね、点灯するかもわからないというね、うん、まあ次のカード、うん、大事な3連戦がまたね、阪神は広島で行われるというね、うん、まあ台風の影響がどう響いてくるかわからないけども、そうですね、はい。そしてヤクルト、DeNA、中日、巨人というね、うん、カード、パ・リーグは日本ハム、ロッテ、西武、楽天、オリックス、ソフトバンク、なんかどうなるんでしょうね。だからね、ソフトバンクはね、うん、やっぱ最後のもう本当にオリックスに近づく、うん、そのチャンスだよね、はい、もうそこを逃したらちょっと苦しくなるかなっていうような感じがするよね、うん、はい。ただやっぱオリックスは万全で来るよ、うん、あのピッチャーつぎ込んで、おそらく山下、うん、山下俊平太、山本、宮城みたいな感じ、宮城は来ないかもわかんないけど、うん、そのあたりで来るんじゃないかなっていうような気がするよね。ねえ、はい、まあね、だんだんマジックという話も出てきたし、いやもう早いなって思います、うん、佳境に入ってくるからね、うん、まあ本当に頑張ってください、はい、また骨折の梅ちゃん ね、しっかり治してね、クライマックスか日本シリーズにもし出るようなことがあれば、うん、まだ決定ではないからね、うん、まあ、間に合ったらいいなというふうに思ってます。はい、ね、気をつけてください。はい。